カリギュラジオカリギュラジオカリギュラジオカタルシスをカタルシスみなさんこんにちは四季島律役沢裕子と沢尻チャですみなさんこんにちは佐竹昌吾役竹裕子と竹内隼介ですこの番組はテレビアニメカリギュラの情報や裏話をお届けしつつ日頃からスラー 現実に耐えている皆さんの気持ちを浄化し、語る質を感じてもらおうというカタルシス系ラジオです。ついにですね。うん、先日、うん、テレビアニメカリギラ。ラ 最終回を無事迎えることができました。おめでとうございます。ね、皆さん見ていただきましたか。ね、見てくださった方々はね、本当にもうね、ありがとうございます。どうもありがとうございました。もう謎がね、パッと解けたんじゃないかなと思います、ね。まあちょっと衝撃的でしたよね。うん、あのリツのセリフ。そうでございます。もう、うん、たくさんありますから、リツのセリフもたくさんありましてね。うん、もう僕はリツの衝撃的なあの台本のあのー。 セリフ量の感じで衝撃的でした <laughs> 大丈夫かな一応こんな感じで今日はですね、まあ、最終回も終えたということでテレビアニメを改めてね振り返ろうということで<え>振り返るにねふさわしいゲストさんをお呼びしておりますよおっかったうまくいってないかもしれないうまくいってる大丈夫どうセーフでございますけれどもね <laughs> それで何がいや今これ場を盛り上げてるのよ。あっためて、<laughs> そう、あっためとく。<laughs> <laughs> 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 さじゃあ、ね、さあじゃあ竹内君のね<ー>そういう話もじゃあ後にしましてどういう話も何 <laughs> の話もよく知らないんだそれでは皆さん<ー>最後までお付き合いよろしくお願いいたします <laughs> カリギラジオスタート「カリギラジオカタルシスをカタルシス」この番組はカリギラ製作委員会の提供でお送りします <laughs>

このカリゲラという作品の原作者でもあります山中さんにお越しいただきました。ありがとうございます。今回録音の時はね本当にもうお世話になりましてありがとうございます。そうですねあのポニーキャニオンさんからですねあの今回の収録来てくださいとで二人の成長した姿を見てくださいっていう煽りの状態でね来たんですけど悪化してるいやいやいや違いますよこれは。

<laughs> すいませんお邪魔します,しますじゃあ早速トークに進んでいきたいと思いますよ、はい、<laughs> それではねいろいろね<で>聞いていきたいと思いますまず最初のトークテーマはこちら<れ>改めて「カリギュラという作品のテーマを教えて はいいありがとうござます散々いろんなところで行ってると思うのでテレビアニメを通してどういうことを改めて伝えたかったのかっていうところをちょっとぜひお伺いさせていただきたいなと思ってそうですよね結構公開録音の時もカリギュラ自体の話はさせていただいたのでんかこうアニメの最終話まで通してみてんかこう本来であればゲームとかアニメでやるような派手で非常にスケールの大きいお話じゃないんですけれどもんか人間の心とか自分自身の弱いところと 向き合うような、作品が作りたかったので、なんかそれがね、こんな形で、アニメ、そしてこのラジオとか、いろいろ広がってくれて、すごい嬉しく思ってますね。うん、な,るな,るなるほど、なるほど。あの、やっぱり率という存在が、うん、まあ、ゲームから、やっぱり大きく違う点で、はい、あの、率という存在が、こう、確立させられて。うんうん、どうですか、その率にかけた思いみたいなものとかうん、うん。そうですね、やっぱりゲームの子たちっていうのは、まあ、自分が生み出しているところもあって、うんうん、ある種、こう。 客観的に見ることができない部分もあって、なんかダメなところもすごい可愛らしいし、でもリツっていうのはこうアニメの皆さんと一緒に作った存在なので、<laughs> 結構僕の中でも特別な感情がありますね。な,ねなんかリツがどう 生きていくんだろうというか、なんかすごくなんかアニメを見ながら作っていた側ではあるんですけれども、結構あのー、可愛くて仕方なかったですね。<ー>リツのことを。あのリツは、うん、なんかこう山中さんが思ってることをこ凝縮して、うん、なんか本来こうなんだろう山中さんの心にな中にある。 ええ、ものがリツなんですか、そういうことじゃない。のか全然、そういうことじゃない。いや、いや、本当にね、その一話が放送して。結構リツ君が、そのカウンセラーっぽいことを言うじゃないですか。あの、モデルが山中なんじゃないかと。あの、すごい言われるんですよ、全くそんなことはない。全くそんなことはない彼にとっての心理学っていうのは、なんか心理学さえ学べば、いろんな人とうまくやれるんじゃないか。 で考えて、あれを学んでいったっていう、ちょっと可愛いところのある要素なんですよね。なるほど。うん、そういうことなんだ。もうずっと山中さんが、の心の中なんだなと思って、山中さん可愛いじゃないの。って見てたんですけど、違うんです,、ね <laughs> 全す。全然違 <laughs> う。全然違う。またでもやっぱりこう、<laughs> 主人公が一番ミューと関わり深い。 存在だったったたていうところもまたゲームと違っった魅力だったんじゃなないかそうですねゲームの時は本当に主人公っていうのはプレイヤーの皆さんが次に投影していいよっていうものなんですけど、うん、まあアニメにするとどうしても皆さんとはずれていくところもありますしりつくんっていう新たなキャラクター立ててその人のなに内面というか秘密に視聴者の方が み十人は見ることで踏み込んでいくような構成にしたいなと思っていたので、なんか彼がこの独自で動いて喋り回ってくれることからなんかアニメ独自の味が出た感じがしますよね、うん。なるほどなるほど。はい、じゃもうああ<や>あのまさにそういったメールも来ていてですね、うん。はいはいえー、ちょっとご紹介させていき,いきたいと思うんですけれども、え、はい、こちらカリギュラネームイーツトさんからいただきました。ありがとうございます。うますえさわしろさん竹内さんゲストの山中さんスタッフの皆さんこんにちはこんにちは。ちはちはえー、カリギュラは前作ゲームからすごく興味があったのですが、はい、ハードを持っていない。 こともあり手が出せずにいました、うんはい、しかし元祖カリギュラジオやアニメでカリギュラの世界観が大好きになりましたうまえどうしてもゲームがプレイしたくなりプレステ4を持っていなかったのにゲームカリギュラオーバードーズは予約して発売日に手に入れてしまいましたまそして昨日プレステ4を購入してようやくプレイし始めたのですが 一つ驚いたのはゲームとアニメの展開が全く異なっていることです、はいえー、まだ序盤までしかプレイできていませんが、うん、ゲームを進めていくことでキャラクターたちの知らなかった一面やメビウスがどんな空間なのかといったことをより深く知ることができています、うんえー、またゲームでは主人公である私が世界を切り開いていかなければなりませんがアニメの主人公リーくんが帰宅部の仲間とこれからどんな道を歩んでいくことになるのか気になって仕方なくなりました、うん <laughs> そこでお尋ねしたいのですがはい、はい、山中さんがご自身がアニメになったことで驚いたことや新しく築かれたカリグラの魅力などありましたら教えてくださいということでございます、ね、ありがとうございます、うん、なんか本当にね展開もゲーム知ってる方の方が、うん、特にアニメの展開に驚くみたいな構成にできたので、うん、あのそれはすごくあの皆さんの反応とか見ててもすごい楽しかったんですけれどなんか自分が カリギュラのアニメ放送中に驚いたのはあのカリギュラの元々のファンの方がネタバレしないんですよねあのあた新たに入ってくるアニメのファンの方が一番に楽しめるようにずっと黙ってるんですよ優しいそうなんですお客さんが優しいなんか本当になんかこの作品カリギュラっていうものを一番こう楽しめるための新鮮な状態になんかお客さん同士でのコミュニケーションというかそのマナーみたいなのが生まれていてなんか本当に キャラクターの秘密とか人間性をなんか二次元的なものじゃなくてすごく三次元に立体的に大事にしてくれてるなっていうのはすごくなんか感動がありましたねアニメなので結構ね,ねあのいろいろバレとかもいっぱいあるかなと思ったんですけどそこがなんかすごい 上質なマナーで整えられていて素敵だなと思いました。すごいお客さんがすごくいいそうですね。いや本当にいいだからユーザー自身のあユーザーさんたちの魅力にもちょっと,改めてとうそうですね本当にあの素敵なコンテンツに関われたなと思ってます。このカリギュラって、うん、山中さんの中でまゲームアニメ全部一緒ですけど、はい、これを一番伝えたいんだっていうものってのは何なんですか。そうですねうん、うん、なんか結構いろいろ あるんですけど、ね、それは確かに委ねちゃった方がいい感じですかいやえっ、ー、とねまず深井信たものはある僕がいろいろ作品のテーマとか表現したいことはあるんですけどうん、うん、僕がカリギュラでちょっとやりたかったことっていうのはこのキャラクター嫌っていいんだよって思ってたんですようん、うん、なんかこのキャラクターがみんなに愛されるなんか 万人の共感を得るものじゃなくてこいつどうしても理解できないとかこいつどうしても嫌だなって思ってもいいんだよっていうのを言いたかったんですよ。うん <laughs> うん、なんかキャラクターとはいえ人間として描いているので <laughs> こ,こ,のこいつのここがどうしても合わないなって思ったら <laughs> なんかそのキャラを愛さなくても <laughs> そのカリギュラっていうお話は成立するので <laughs> なんか本んにサービス精神のない。 ゲームいやアニメなんでもんかこう、うん、あれが本当になんだろうゲームだから夢の世界じゃなくてなんかこう本当にもう現実に寄り添った、うん、我々が今いるじ現実とこう同じな感じで作りたかったってことです,か、ね、そうですね。なんか本当に生々しいお話をしたかったしなんかねそういう嘘のないお話がしたかったなっていうのはありますね。ななるほどなるほほどどカリュラを あの今回はテレビアニメ化するにあたってどういったところにこだわられて作られたのかなっていうのが今ちょっとお話をお伺いしたいと思ったんですけれどもそうですね本当に監督和田監督も構成の,の町田さんもキャラクターを大事にしてくださるので何ん、うん、か何よりもその原作のファンの方を悲しませないようにっていうところは原作のファンを悲しませないように、うん、そうですね。<ー>なんかやっぱりアニメ でもちろんあの時間対時間も決まってますし、アニメ的な尺の制限とかそれこそセリフだってあの表現できる数がゲームとは違うので、その中でもキャラクターを大事にするっていうところはなんかアニメのチーム全体でやれたかなと。うんうん、どうしてもゲームって僕とそのシナリオのさとみさんとか僕とそのコンポーザーさんとかこの結構 自分,自,身自分一人でいろいろ回ってる部分が多かったんですけど <laughs> アニメをお話しするときに脚本会議って言って67人集まってこのキャラこうしていったらいいんじゃないみたいなみんなで作ってる感が僕はすごく楽しかったですね。 なんかそれによってこの,このキャラクターはここを大事にしましょうというのが共有できたのでんなんか自分の好きなものに対してみんなで喋れてる時間が僕は結構アニメを作ってる時は楽しかったですあ<ー>じゃあすごく好きを感じながら作品作品りをされた、うん、そうですね,ね本当にいろんな人の,あのお客さんもそうですけど作ってる人の愛情も感じつつ。うんうん 楽しいものづくりでしたねなるほどありがとうございます、ね、そしてですね、ちょっと引き続きメールを紹介させていただきたいんですけれどもはい、はい、えこちらカリギュラネーム椿さんからいただきました。ありがとうございます,います、えー、アニメ版カリギュラのキャラの中で一番自分に似ていると思うキャラと共感できるなと思うキャラをそれぞれ教えてください、うん、えー、私は似ていると思うキャラは沢城さん演じるしきしまりつくんで共感できるキャラは少年ドールですとしきしまくん、えー、君は周りを見ていろいろと考えて動いているけどどこか自分に無関心なところがある しえー、少年ドールは話すのが苦手で寂しがり屋なのに、えー、一部では孤独を求めてるって矛盾があるからです。えー、みんないいキャラしてると思いますが誰に共感しますかす、ね、なるほど ね、作ってるから <laughs>、ね、そうなんですよキャラクター全部作ってるんで多分、ね、あの自己投影してるわけじゃないですけど、うん、自分の何か想像できる分かる悩みとかがいろんなキャラ全部のキャラに少しずつ散らばっているとは思うんですけれど,あど、ね、結構あの僕がちっちゃい時にというかこの青春の時期に思ってたのは本当にケンスケに近い形かな。うん、なんか すごい才能とかそういうクリエイトな部分にすごく憧れてでもなんかこう全身全霊で努力してダメだったらどうしようっていうところでちょっと言い訳を考えちゃうとかひょうひょうとした態度でごまかしちゃうとかはなんかこう青春というか思春期のモラトリアム的なところではすごく僕は自分で書いてながら恥ずかしいなと思っ,たとそう思ってましたねお二人どうです 似ているか似てる似てるか内面こうが何だろうな表面的は僕は小太郎に似てると思うんですよサウシャンチャールね内面的は小太郎ではないんですよね僕は内面的で言うと誰だろう山中さん僕内面的で言うと誰ですかね逆に当てはめて僕逆逆そうですね意外と意外とナイーブじゃん意外とナイーブ意外とナイーブなんだよね意外と明るく見えて考えてるし営業妨害になるこれいやいや大丈夫ですよ大丈夫です 確かにね意外とこう こうね誰よりも真面目なんですよ。真面目ですよね<や>本当に。そうやってなんか言っちゃって恥ずかしくなっちゃうみた本当これ全部計算ですからね。いやいやいやもう全然そんなだってラジオだけど今サングラスかけてやってるから。今今かけたる。今かけたる。今かけたる。たいやいや僕ね確か意外とナイブ。なんかナイ面で共通するっていうとどうなたになるんですかね。どうですかね割とイケピー君なんかは。あイケピーかなんか明るい外側にでも内側に抱えてるものはすごく人間的で身近で。うん本当 しょうもないことでなんか自分と何かを比べて悩んじゃうみたいなところがあるのでもしかしたらイケピーだ俺イケピーだった俺イケピーだしだしだししまらないジャスティスありがとうございます、はい <laughs>

それには逆らいたい気持ちを持ってるからそういうキャラクターですかねそういうキャラクターはいないかなかお女、うん、ゃキャラとして新キャラとして竹内が新キャラとして出していこう出ちゃうかついにゲームキャラクターデビューしちゃうからいついにじゃあついが出るときにはぜそうですね <laughs> なんかやっぱりこう、どうしても、自分から出るものってこう弱い若者像みたいなものが、多いんですよ。どうしてもこのカリキュラのキャラクターを見てても、竹内くんとやっぱ、強いから。強い。そう。この、強さゆえの悩みみたいなところ、結構あると思うので。なかなかカリキュラでは描いてこなかったキャラクターだなと。そうか、みんなね、弱い気持ちを持ってます。よねそうそう、多分竹内くんはメビウスには行かないと思う。確かに。ああ、なるほど。そうか、そう言われれば、確かに。そうかもしれないですね。おお。そっか。

うんまあセリフは言ってるけど俺には全く理解できないなんでなんでなんでそうなんですか別に僕はそう言ってなるほどねじゃあ今アフレコの話が出ましたけれどもじゃ続きましてのトークテーマはこちらでございますアフレコ裏話聞きたい聞きたい聞きたい皆さんゲストアフレコ裏話そのアフレコブースの話をしてたと思うんですけど僕は原作だったのであのアニメの収録の 際はこう皆さんの部声がスピーカーで聞こえてくるというすごいギョギョしい部屋で皆さんを監視しておりましたのでこのゲストに来てくれるとみんなこう演者さんが今まで来てくれてるからアフレコの様子なんだけどま,また、ね、その部屋は、うん、あの,その部屋の会議とかは僕らには一切聞こえない状態じゃないですかだからそこで一体何が、ね、ボロクソとか言われるじゃない,、うん、いも一回だよみたいな もうこれでいっかみたいな怖いですよねきっと演技してしばらく間があって「はいじゃあここ直していきます」っていうことを言われるの怖いですよね。休憩時間に自分のやってるシーンのとこがピッて画面で止まってたりすると今このシーンについて話してて何言われるのかなドキ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 みたいな。いやあのね僕もアニメの現場初めてだったのでなんか一話の時すごい緊張しちゃってみんな頑張って。 <laughs> <laughs> みんな頑張って <laughs> 特にちあるく、うんは。 僕も知らないキャラクターその場で作っていくキャラクターだったので本当に多分千晴君の次に僕が緊張したでもいかがでしたか「ツの第一声」を聞いた時の素直な素直な感想というか素直な感想を言うと多分皆さん原作があるキャラクターなのでもうすスすっすってみんなそうねもう皆さんできてるからね でも千春君が喋った時だけ僕とか監督とかがどうしていきましょうかっう話をしてすごいこうやっていただきましょうね会議してね若くとか大人っぽくとかかっこよくとか落ち着いて偏差値を上げてとかいろんないろんな指示をしてそうですよじゃあやっぱり事前にこう作るっていうよりもその場で生まれていったキャラクターみたいなところいやほにあの一番のアフレコの時に生まれたキャラクターだなと思いますか僕もすごいこういろいろね試行錯誤してやったけどんかスタッフさんたちの方を見てると あスタッフさんたちもほらあ後のキャラクターはみんなもう出来上がってるから会議は必要ないんだけど、うん、た確かにリツだけは本当に今ここでこうどうしようかっていう味付けをすごく皆さんがしてるなっていう印象だったんですよね多分そういう意味でも多分監督さんとかもツに対しての思い入れは多分一倍、うん、人一倍あるんじゃないかな,、うん、なるほどなるほど,なるほどまたねリツのバックボーンみたいな時あの時沢代さんはねうん、うん、知らされていなかったですもんね。うん、バ,ックバックボーン あ、うそバックボーンごめんなさいねバックボーンバックボーンわかるバックボーン分かるあのまあそのななぜこうああそう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 。だから逆にねその本当のリツと同じ状況でリツは記憶を失っていたのでそうですよ現実の自分がどうなのかと知らない状態でやってもらいましたもんねそうそうでカリギュラムねお話もこうなんだろうちょっと難しいところもあるじゃないですかで台本を渡されて視聴者の方も思ったと思うんですけど これどういうことってなって次の輪を見て、うん、あなるほどそういうことだったんだって分かることカリグラアニメいいいっぱいあるじゃないですか僕も同じ状況だからえー、っとこれはどういうことでこのセリフ言ってるのか全然今んとこ分かんないぞっていうのがいっぱいありまして、まあ、その都度 <laughs> 山中さんとか監督に聞いて「ね、いや次の輪でこうなるから」みたいな。うんああ そうななんすねーみたいな<ー>家ですげえ時間かけて読んだのにそういうことだったんだーと思って、うん、俺が読み取れてないのかととずっと思っっ思ちゃって <laughs> なんかでもアフレコの現場であのブースをこうカメラで見てるわけですけどはい、はい、なんかこう千春君とかを周りのみんなが支えてる感じがしてめちゃくちゃいい現場なんじゃないかなって思って。<笑><笑> 僕意外と静かですからね。そう。意外と静かだから。何も喋んない。何も喋んない。僕は喋りたいと思ってた。ああそうなのみたいな。あごごめんなさいごめんなさい。集中してた。すみません。すみません。すみません。じゃあ竹はどうでした？本当に翔吾に関してはね、ゲームの時からもうカリュラのある意味象徴みたいなキャラクターだったんで。さっきはね、このあの強くて気持ちが分かんないみたいなことは冗談で言ってましたけど、本当に翔吾について理解してくれようとする人なので、本当に僕はもう翔吾に関しては このさんざんいられてる竹内君を見てすごく吠えましたやっぱねそこら辺はねこうやっぱうごもそうですねあのアニメーションになってから、うん、やっぱねこのうごの弱みみたいなところがすごくなんか細かくなんか描かれてるなーってすごく印象があったのでうん、うん、そこら辺はゲームと違ったアプローチとかでなんか同じやつ 同じゲームと同じ称号を見ました。なんか個人的には面白くないかなと思ったので、アニメはアニメならではの称号を見出そうかなというふうになんか考えたりやったりしていたので、まあそういったお言葉をいただけると非常に嬉しいのでいます。うん、ありがとうございます。<ー>本当にね。なるほどね。でもあの最終話もう放送したじゃないですか。最終話の収録すごく感動してしまって、<う>あの最後の最後のというか。 リッツとミュウのリッツがとにかく長いセリフでミュウに語りかけるっていう収録あったじゃないですか多分あの最後覚えてるかわかんないですけどあの千春くんと上田さん以外全員出てって二人だけで収録したんですねあそこがもう本当にアニメの最後の収録をあの二人だけであの空間あの二人だけで決着をつけるっていうのがめちゃくちゃかっこいいっ思った本当にあの空間は あのリッツとミュウしかいなかったんです。であ、確かに、そうか。そう、それを、あの、それこそ、周りのみんなは、外で。待ってるからっていう話をして、ぞろぞろ出て,行って、うん。そうですよね。かっこいいって思って。確かに、あれ、確かに、あと、任せたかん、ね。そう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 。おお。 そう言われたら<ん>、まあ、ぼ僕としてはあの、ね、皆さんがバーって後ろにいるとすげえ長台詞でもう一回やってくださいって言われたらは皆さんを待たせてるはッはッはッはって思うから <laughs> あでは皆さん外に出られてて大丈夫ですって言われたんだけど多分本当にそうなんだろうなそうそうと思ったんで我々も、うん、じゃあさんの <laughs> お気持ちをそこのセリフを聞こえてない僕はあ最終決戦だと思って <laughs> みんな空気を読んで出ていったんでこの二人だけの対話のラストバトルはっすげえかっこいいこの現場ってとなんで からくりあったんでも、ただ恥ずかしいだけかい。いや、結果的にはそうなりましたね。なるほど、なるほど、なるほど。いろいろと生まれました。言われて。本当に通して。本当に。またこう演者部から見ると、こうね、スタッフさんサイドから見ると。やっぱ違うね。ものがたくさん見えますね。そうですね。なんかこの主役の。ジアル君が。なんか。 みんなから愛されてみんなからいじられてんなんかこう新しい形の座長の姿が見えるいや僕はいじられようと別にしてないんですあのひたすら真面目に生きてるだけなんですけど <laughs> <laughs> それがそういう結果になるんですけどねいや本当に素敵な経験をさせていただきました <laughs> いやどうもありがとうございました <laughs> <ー>さあそれでは続いてのトークテーマはこちらでございます <laughs> サワギラタケギラに何か一言 <laughs> まあねこんだけ振り返った上でさあ最後に山中さんは僕らにどんな言葉を投げかけてくださるのか最終決戦ですよね注目でございますよこんなしっとりした感じでいいのかな何か一言あればいや本当にじゃあ竹内君に関してはもう本当に出会った時は高校生でいらっしゃい。そうなんですよ大きくなられましたねと で本当になんか若いのに、ね、そのカリギュラっていうテーマにすごい興味を持ってくれて竹祥吾というキャラクターもすごく愛してくれたのでいろいろあると思いますけれどもカリギュラのことを忘れず頑張ってください大人になる結果で捨てていくものの中にカリギュラが入ってないというのは。<laughs> <laughs> 竹内くん泣,泣,泣いて、泣いて、泣いて、<な>泣く流れあった?な。<laughs> なぜ僕が言うようなことありました?。<laughs> いや、でも、本当に、あの竹内くんが、その。 1> 1位演者っていう枠を超えて結構カリギュラっていうものにぶつかってくれたじゃないですか。ですねね、あの作品外のところでも話を聞いてくれたりとかどうなんですかっていうところをやってくれて僕がお話ししたかっただけですから。いや<も>素敵なね翔吾くんが竹内くんでよかったねというのを本当に思いますよ。ううありがとうございます本当にもあじゃあ私の、うん どっちが真面目なやつと真面目じゃないやつどっちがいい。じゃあ、今真面目な方一個もらったんで、真面目じゃない方をもらおうかな。ちゃんとして。もっとちゃんとしよう大人だぜ。そうなんですよね。もう三十歳ですからね。毎回その三十歳って名乗るときなそ時。いや、でも、僕的には、このちゃんとしてないところも。僕の良さなんじゃないか。この頃は思うようになってますけど。 それが意識的だとすると話が変わってくる <laughs> 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 でも真面目なことを言うと本当にゲームの時に主人公やってもらってその時アニメ化するなんて思わなかったじゃないですか。んかこのアニメ化するってなった時にかつこう千春君もそのまま主役でいけるってなった時は僕もすごく嬉しかったです。んか本当に真面目な人だっていうのも知っていたしこの明るいバカな姿はかりそめだっていうのも知ってるし。いいいややそれはでなんかその1話で悩んでもらってかつ最終話でミュートの長ゼリフっていうところですごく素敵な演技をしてだいて。 本当にチアル君でよかったたなとこれもまま思いますよねう本当に、ね、と裏話になるとね,こうあねあこうアニメになりますなりそうですみたいな、ねうん、話があった時に山中さんとちょっとねこうこうみんなみん飲み会の席で山中さんの話した時に「いやもう主人公は僕は絶対千春君にやってほしいから僕は千春君を押していくから」って言って,言ってくれてね。 もう涙は出なかったんですよ。出てなかった。いらない。俺も思い出して。別に出てなかった。その報告いらない。なんかヘラヘラしてたないやでもね押してくれてねそうこうアニメでも。 こう主人公をやらせていただけるっていうことになって、うんうん、え非常にすごくいい経験をさせていただいたんで。<や>もう山中さん含め、スタッフさんにはすごい感謝しております。どうもありがとうございます。いやいや、それはもう僕の思いもありますし、うん、多分ユーザーの皆さんも。やっぱりあの見た目の主人公、うん、自分たちの部長っていうのは、さあ、広路やるしかないだろうと思っていると思いますので。うん、そこに忠実であっただけですよ。ありがとうございます。そう言っていただけると本望でございます。うん、ありがとうございます。いや。 綺麗にね終わりましたねさあちょっと涙もねごめんなさいねこんななんかもっとさしろくんのアップテンポな感じで行けばよかった全然大丈夫です、はい、大人の雰囲気で最後はねやられてねさあ<後>それでは山田さん <laughs> どうもありがとうございましたありがとうございました <laughs> えー、それではここで一曲お届けしたいと思いますお届けする曲は好評発売中のリアレンジ CD からミューキャラクターボイス植田玲奈さんでレネットです いただきましたのはミュウでレネットでしたそれではここからは皆さんからいただいたメールを紹介していきたいと思いますはい、まず最初のメールはこちらでございますねカリギュラネームリサさんでございますカリギュラ格言とは何なのか知りたいです <laughs> 確かにね私はあのコーナーの担当者が部長であることと1回100円で1つの格言と交換できるしか知りませんシャドーナイフが好きそうな言い回しだなとも思います あの格言は、敷島教授が毎日考えているのでしょうか。ということでございますけれどもね。そうですね。わ<ず>かりません。<laughs> あれに関しては、だってもう、山中さんの管轄外ですもんね。そうですね。あ,あの。そうなんだ。山中さんの管轄外ないんだ。管轄外。管町田東子さんが、ま、舞は舞は、そのいろんな。 この偉い人の格言からんか文字って和数に合うものを入れてくれたんですね。でそれと並行して予告漫画「大川クブさんのエクストリーム企画」でやりたいという発注が僕の方に来ていてこんな感じでやってるんですけどお願いしますって出したらあれが返ってきたなるほどなので僕はもう全然僕に責任はないし責任ない何を言われても答えることはないし関敏彦さんとか巻き込んだのも僕じゃない僕あの格言で一番 これカリギュラ超攻めてんなと思ったのが、うん、あのねあの <laughs> あのピー のやつ、なんだしたい。あれぐらいだよ。もっとピー5見てるシネトって言って。そう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 。P5 見てみよう。そう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 。俺もそう思うな。あれは背けすぎですよね。しかも一応一応借りて撮りますって言ったのはピーじゃないのもちゃんと撮りましたよね。そのままいったやつも撮りました。そのままいったやつも。まあ結果ね、あのスタッフさんもちょっとねビビってしまったみたですね。P の方にしましたね。多分僕の方にいっぱい目線送ってくれてたんしゅが僕ずっと下向いてたんで。 <laughs> だって俺のじゃねえもんみたいない、ね。いやでもあのねあの P の意味が分かったユーザーさんも絶対ねいっぱいいるじゃないですか。そうですね。そうね結構うおーってみんな思ったんじゃないかなって、ねね。僕も P5 みたいになればいいなと思いました。なればいいなと思ってま。そうですよね。うん、なればいいなって。<laughs> なればいいなと思ってま。 いや、まあね、いいコーナーでしたよね。いいコーナーでした。ねなんかあれを楽しみに見てくれてる人も、人みたいなんで。本当に本当に。ね、外伝とかどうですか、ああいうので。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 あれで、単品のアニメ。作る単品のアニメ作る。そうですね、ポニーキャニオンさんに聞いてください。ポニーキャニオンさん、どうですか。ね。首かしげてます。首がしげてます。じゃあ、なんでやったんだろうね。なんでやったんだろうな。 はいね。じゃあ続きましてのメールでございますね。はいじゃあ読ませていただきますよ。え続きましてカリギュラーネームティルノさんでございますよ。え沢ギラさん竹ギラさんタクヤ。こんにちは。懐かしい。こんにちは。説明なかったらわかんないよね。そうね。山中さんの下の名前タクヤさんでございますね。はい。えアニメ毎週楽しく拝見させていただいております。もう最終回なんですね。画面で動くキャラのえみんながもう見れないなんて。 大人の事情だとは分かっているんですが、ニクールくらいでゆっくり見たかったなと思っています。だって、ね、ところでタクーヤーに質問です。<laughs> はい。前回、えー、ブルーギャラブルーギュラさんが、ああ、ブル青い翔太くんね。鍵ピーピーが弱いって言われると煽っていましたが、僕的にはシャドーナイフの扱いの方が無謀いと思います。<laughs> <laughs> <laughs> えー、現実ではえー、なんだこれなんて読むんだ現実では、うん、えー。

現実ではいじめられてミビウスに来たら死んでしまいゲームでは少々時間のかかるランドマークタワーで数回残像と遭遇するくせにアニメではもともと登場カットも少ないのに出てきたと思ったらメイン回だから死んじゃうという待遇何かシャドーナイフに恨みでもあるんですか恨みでもあるんですえ僕は一番少年ドールが好きです結局少年ドールが好きなんどうでございますかなんか カリギュラらしい存在だなとは思うんですよねそのなんかトラウマとかに触れることもできずにこのどっかに去ってしまう存在もいるというかんかそういう存在で僕はシャドーナイフが <laughs> あの意味のない存在だとは全く思っていなくてなななんか多分あいつにも事情があったんだろうなと思いながら自分たちその踏み込む機会を与えられず去ってしまう人たちもいると。シャドーナイフののの死っっていうものをきっかけに <laughs> まあゲームの場合は あの帰宅部の人たちはこの場は別に遊びでやってるわけじゃなくてこう命がかかっている話なんだっていうところで問題の真剣さが変わっていくというところでなんかこの死というものを持って。 なんかいろんなことを教えてくれる人なのかなと。まあ大切な使命を持っていると。その分やっぱりそのゲームを出してからもシャドウナイフまあおっしゃる通り露出は少ないんですけどもすごい人気なんですよね。なるほどうんなんかバックボーンも分かった上でそのまま死で迎えてしまうというところでシャドウナイフを救いたい。シャドウナイフのことをもっと知りたいって言ってくれるお客さんがいてなんかすごくうんカリギュラを楽しんでくれてるなと思っておりました。ああなるほどね。こうシャドウナイフでやっぱ一番ねこう見せ場のシーンはあの山田 って言うこじゃないですか <laughs> 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 そうでしたっけ？あそこはやっぱこうアフレコ現場でもみんなが笑いてましたし、なんであのシャドウナイフさんの本名を山田さんにしたんですか？ずっと気になってるんですよやっぱり。いやいや山田大輝くんでしょ。ほらねこういうこうアニメとかゲームだったらこう例えば伊集院ひ伊集院さとし。今完全に伊集院光まる頑張ってさとしに今光るって言いましたよね。なんでそのなんかそうね山そのカザル名前から山田さんだった。いやいやそれはもう山田のかけ に生まれたんだからしょうがない。ああ、そうなんだ。いを思って、いと思って、山田に燃えたわけじゃないです。よなるほどね。いや、それずっと気になってましたもんね。それが気になってたの?。気になってた。まあ、でも、やっぱりね、気になる存在ですよね。そうですね。まあ、その分、あの、ゲームで出たオーバードーズという方では、シャドウナイフ君に、あの、きっちり踏み込んで、どういうことを考えてたかってわかると思うので。なんかね、そのアニメを見て、興味出た人は、そっちもやってもらえると。なるほど。また。 裏から楽しめるかなと思いますねよろしくお願いいたしますセールはちょっと今ねカリギュラオーバードーズ25%オフ、うん、オフしてんですか DL 版やってますのであら うん、いや、じゃ、もう、ここは、じゃ、今日の放送聞いてくれた人は聞きましたって言ったら。五十パーオフにしちゃいますか。できません。できません。今日の放送聞いたよっていうのは、店員さんにお伝えしていただきます。まあ、店先で言ってもいいけれども、あの、すごい珍味お腹をされた。あ、なんないですか。なんだ。どうにか二十五で勘弁して。いただ、ただですね。ただ、ビータ版は本当に五十パーセントオフで。やってます。 やっておりますかチャン75チャン75% 6割るねむしろ体験版みたいな感じで配っちゃえばどうですか体験版製品版なのに体験版なんですか僕はいいんですけどね僕はいいんですけど会社がねあ、会社がそうかそうかそうかそう僕はもう皆さんに無料でやっていただきたいフリープレイでね本当になるほどでございますよメールの以上でございますかはいはい皆さんたくさんのメールどうもありがとうございましたありがとうございます ここでカリギュラからのお知らせですまずゲーム情報でございます PS4 ゲームカリギュラオーバードーズが発売中でございますはーい買ってください続いてブルーレイ &DVD 情報テレビアニメカリギュラブルーレイ &DVD 第1巻が好評発売中ですえー、今後もですね 各館特典が満載ですので目玉特典をここで紹介していきたいと思いますはいまずね第1巻にはですね、えー、9月2日開催のカリギュラスペシャルイベントボーイズパーティーのチケット優先販売申し込み券が封入されておりますはいボーイズパーティーということで、えー、出演者をですね私沢城千春そして竹ギこと竹内俊介くんそして青井翔太くん斉藤壮馬くんが出演しますよ内容はですねトークオープニング ミニライブとなっておりますので皆さんぜひぜひ遊びに来てくださいはい続いて第2巻はですね11月11日に開催されるカリギュラスペシャルイベントガールズパーティーのチケット優先販売申し込み券が封入されていますえこちらは女性キャストが集まってのイベントになりますので、えー、合わせてチェックしてくださいねはい、えー、そして第3巻第4巻にはですね、えー、得点映像としてカリギュラ帰宅部有鍋パーティーが収録されておりますよはいはい、えー、帰宅部メンバーが 鍋を囲ってあれこれトークしておりますよ、はい、そして、えー、キャニメにてブルーレンド DVD を全巻購入していただくとこのアリナめパーティーのアフタートークを収録した DVD がプレゼントされますのでこちらもぜひぜひチェックしてくださいねこれねすごく、うん、あの4人でね楽しかったですね,ですね、うん、これもカオスな感じでしたね何 <laughs> たって僕が MC みたいになっちゃったから <laughs> いや僕もね映像見たんですけど、ね、あそうなんですかったね <laughs> 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 でみんな、みんなものすごく想像以上に <laughs> 鍋にガッツくって言うね。あ、そう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 ,そう。っていうね。全然トークする気なかったですよね。ねえ、そ、ね、鍋だって鍋食べてますから、ぜひぜひそちらも、えー、見ていただければ嬉しいです。はい、そして第5巻にはですね、音声特典としてですね、このカリグラジオが収録されます。えー、ゲストにスイートピー役の日田恵美さん、ミレイ役の中村エリ子さん、孫役大坪由香さんをお迎えした特別編となりますので、ぜひお楽しみにしてください。えーまあ、特別編は はですね <laughs> 本当に今 女性3人ゲストということで公開録音の時もね最大2人だったんですけどそうですと最大ゲスト人数ということでまあ結構ね盛り上がりましたね盛り上がりましたね本当にこうねこう皆さんがねこう僕のことをねちょっとねこう虐げてきたというか虐げてそちらもお楽しみですかねはい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 いはいはいはいいいはいいはいいい そして第6巻にはですね音声特典として最終話のオーディオコメンタリーが収録されておりますキャストは僕沢城千アルとミュウ役の上田玲奈さんそしてアリア役の下田麻美さんでございますよその他にもですね各巻特典満載なのでぜひお手に取ってみてくださいさらにコラボ情報 カリグラとカラオケの鉄人のコラボが7月22日まで開催中です、えー、帰宅部のキャラクターをイメージしたコラボドリンクやオリジナルコースターがもらえますので皆さんぜひ遊びに行ってみてくださいそして7月1日からはプリンセスカフェとのコラボが決定しました あの料理や、うん、キャラクターをイメージしたコラボメニューをご用意しておりますこちらもお楽しみにしてくださいその他の詳しい情報は公式サイトをチェックしてくださいこの番組では皆さんからのメールを募集しております、えー、番組サイトのメールフォームから送ることができますのでどしどし送ってくださいさて タクヤさん、はい、今日は最後までどうもありがとうございました。ありがとうございました。<ー>本当にね、二人の成長を感じることができた放送でしたね <laughs>、えーあ。ありがとうございます。えー、そうでございますかね。

ありがとうございます。あの、いろいろ教えていただけると、本当に、あの、マイクの扱いとかも全然慣れてないんであ。今度教えよう。ありがとうございます。今度教えます。いや、いや、でもね。改めて一か月でしたか。はい、本当にカリグラジを。楽しかったです。<laughs> <laughs> あの、テレビアニメもね、終わりましたけれども。<や>何かこう、うん、応援してくださった皆様に、ちょっと。 原案の山田さんから、一言メッセージとこれはもうアニメのラジオということでゲームのカリギュラって主人公である皆さんがあのいろんな仲間たちの悩みを解決するお話だとは思うんですけどアニメってそのリツくんていう主人公の子が、うん、帰宅部の仲間の悩みを見て、うん、逆にリツくんが背中を押されて進む話だと思っているのでキャラクターの。 あの内面、その帰宅部のみんなの内面にゲームほど深く踏み込んでいないので、えっと、そこがちょっと気になる方もいるかもしれないんですけれども、うん、なんかこう人が悩んだりとか苦しんでいるところを見てく、うんリツが勇気を与えられる姿を見てなんかこうね現実でも皆さんがこうもがいて頑張っていることってなんも無駄じゃないんだよということが多分監督とか僕とかも言いたかったことなのかなと思うのでなんかねあのカリギラというアニメを心の支えに日常生活頑張っていただきたいなと思いますね。なるほど はい、はい、ありがとうございました。したそしてここでお知らせでございますよ。このカリギュラジオ、来週が最終回となります。えー、いやいやいや,いや喜んでんな。竹内君、<laughs> 僕とのラジオができなくなるんだよ。<laughs> もっとなんかこうそうですねとかでしょ普通はそこだよ竹内く君、うん、大人として大事なのはそうだよもう社交辞令っていうのも大事なんだよ社交 <laughs> まあでもねあのん、ーはい、だかんだ長く続けさせていただきましてはい、はい、13回をもってね終わることになりました、ね、う,んう,ん、うん、うございますまだ最後ラストありますから、はい、もういっぱいメールを送ってくださいなるべくね皆さんのメールもねご紹介しながらいろんなことを振り返りたいですねよろしく でも、うん、あのね、7月1日にね、日こ清こホールでね、イベントもございますからそこでまた皆さんとはね、お会いできますから、うん、皆さん、涙を拭いて僕たちはみんなの心にいるから、うん、はい。<laughs> かわいそう。そっから振られます。ひどすぎる。別に最終回じゃないか、らなんでコメント言うのっていう感じらしい。かわいそうだな。そっか、最終回じゃないんだ。そうか、そか僕の気持ちの中で最終回になっちゃったね。困るね、それは。じ山中さんも言い残すことはないですか。あ、ないです。大丈夫です。か母さんね、あの、残り一回。すごい面白い回になると思うんだ。うわ、開けられた。楽しんでってくださいね。いや、よろしくお願いいたします。はい、はい。それでは、カリギュラジオ、語る室を語る室はここまでとなり。 ます。お相手は沢城チャルト。竹内俊介と、そしてゲストの山中拓也でした。バイバーイ。カリグラジオ、カタルシスをカタルシス。この番組はカリグラ製作委員会の提供でお送りしました。 실습